皆さんこんばんは。今月はですね、終戦月ということでですね、今日は大東亜戦争を戦った兵士たちの慰霊と顕彰のお話をさせていただきたいというふうに思います。こちらに出しております写真はですね、昭和19年11月にですね、埼玉県の陸軍航空士官学校に集結した義烈空挺隊の集合写真ということでございます。平均年齢が25、6歳の人たちでした。彼らはですね、落下傘部隊ということですが、残念ながらですね、パレンバンの落下傘部隊には行けませんでしたというか、行く途中にですね、船が沈没して、行けなかった。そのピンチヒッターとして、うちの父親がパレンバンに行って、降下不降下、大手柄を立てたという経緯がありますが、彼らはですね、非常にですね、不幸な人たちです。戦争中はですね、訓練を重ねるだけでですね、作戦は実行されなかったんです。一度も。で、最終的に命令が下ったのはですね、沖縄、特攻隊としてですね、落下傘ではなくってですね、爆撃機に乗って敵に奪われた飛行場に強行着陸して、そこから飛び出してですね、敵の飛行場の、ある飛行機を爆破するとか、基地を破壊するとか、ガソリンを燃やすというような作戦を立てていった人たちです。で、ようやく巡ってきたですね、作戦はですね、はじめはですね、サイパン島です。サイパン島あたりから日本にどんどん空襲に来ると。そのサイパン島をですね、なんとか取り戻すというか破壊せしめということでですね、作戦が立てられて、特攻隊として出撃命令が下ってた。残念ながらですね、その途中にですね、硫黄島がですね、給油基地であった硫黄島がアメリカに侵略されて、というか、アメリカ軍が侵攻してきて、使えなくなった。だから、サイパン島に行けなかった。その次は、硫黄島に行こうということで、また命令が下ったんですが、その時は、もうすでに制空権をアメリカに取られてて、硫黄島まで、たどり着けないということで、中止になったということです。そういった不幸が、不運の連続なんですが、最終的に訪れたのが、沖縄の、アメリカ軍に追われた、読谷にあります北飛行場、カテナ飛行場に同じように強行着陸をして、敵の飛行機を粉砕するということになってました。そういったね、半年間に2回も特攻の覚悟をしながら、ようやく曲がっていた。その精神力の強さには敬服するし、その中でですね、一人も脱落者を出さなかった。この統率力もすごかったんじゃないかなというふうに思います。次に、これ次、こっちを押したんですけどね。エンターですね。義烈空挺隊は136人、それと、飛行兵が乗って168人でですね、沖縄に出撃したんです。この写真、もう最後の、見送りの人たちに手を振ってる、中央の写真が、奥山隊長、その後ろが諏訪部飛行隊長、こういう晴れやかな顔、笑顔で飛び立った人たちなんです。そういった人たちのことをですね、沖縄の人でも今知らないんですよ。この人たちが沖縄を守ったというのにもかかわらず、知らない人が多いと。これはですね、やはり沖縄も、変な犠牲になったとか、踏み台にされたか犬死になったとかいうような、そういった思想が蔓延していてですね、なかなか義烈空挺隊のこういった戦果を上げたことに対してもですね、評価されてないというような状況に今なってます。私もこちらの方で、講演をしてますが、手を挙げてください。義烈空挺隊のことを知ってますか？知らない沖縄の人ばっかりなんですよ。これではですね、日本は覚醒しないです。沖縄もいろいろと問題があるかもしれませんが、沖縄が変わらなければ、
日本が変わらないというような気持ちで私はいつも沖縄に行っております。まあ、そういったことでですね、こういった空挺隊の人の検証をする、ね、ことが大切だということで、いろいろ活動をしております。これが県軍、沖縄に行くために熊本県の県軍飛行場から出撃しています。まあ、奥山隊長がですね、こういった訓示を述べています。26歳の人がこういった言葉を述べているんですね。もう国のために我々が行かないといけないと、ね、それと一つの、成果を上げるということを立派な言葉を述べてですね、出撃しています。まあ、敵アメリカの侵探を震撼させ、全軍決勝の先駆けとなるはまさに今日であると言って鼓舞して出て行ってるんですよ。こんな素晴らしい人がおりましたということを皆さんご存じありません。まあ、戦果としてはですね、こういった新聞情報ではですね、敵中に胴体着陸してこういった戦果を上げましたよというのが新聞記事を賑わしていました。残念ながらですね、沖縄はそういったではですね、戦果を確認することができませんでしたので、最終的にはアメリカのですね、まあ、報告書等でですね、日本人は知ったんですが、まあ、こういった30数機のですね、 B29 とか、戦闘機を破壊せしめたんですよ。そして7万ガロンのガソリンを焼き尽くした、そういった大戦果を挙げているんです。アメリカの記録にもですね、沖縄の儀列空挺隊は成功したということも書かれてあると、そういった戦いも皆さんご存じないということであります。残念なことにですね、その玉砕の地にはですね、こういった一本の木柱の火しか立ってないんです。それは沖縄の読谷村という村役場がですね、立たせてくれないんです。そういった状態が今も続いているということであります。数年前ですね、この儀列空挺隊の真実という、プロモーションビデオをですね、10分ぐらいのやつを作りました。これだいぶ反響を呼びましてですね、現在では35万回視聴していただいて、まあ、分かればですね、まあ、元大法がよく言われているように、ね、学べばみんな保守になると、やっとこそですね、日本人にも火がついてきたかなというふうに思っていますが、まだまだですね、沖縄の人にはそういったことの活動をしていかないといけないかなというふうに思います。それとですね、先ほどの火はですね、本当のあった場所でないんです。胴体着陸をしたところはですね、別のところだったんです。で、そこに中学校ができ、読谷村村役場の向かいにあるんですけど、そこを中学校ができたから、この火は邪魔だからどかせということで、読谷村が言う場所に行ったんです。そこは何もない、サトウキビ畑の真ん中に人も行かないようなところに立っているのが先ほどの火です。これではですね、日本が変わらない、いつまでたっても日本が悪者になっているということであります。まあ、こういったことでですね、こういった場所を移動させられてしまっているということです。それに引き換え、9条の日は読谷村の、憲法9条の日は、ドンと立っている。庭はいくらでも広い敷地があるのに、なぜ儀列空挺隊の顕彰碑が建てられないかということを非常に悔しく思っています。自分はいつも英霊を二度死なせてはいけないということで各所で唱えています。1回目の死は肉体の死、2回目は記憶からの死だということで、我々はこういった記憶を失ってはいけないということでやっています。まあ、そういったことでですね、沖縄に顕彰碑を建てようという、数年前からやってるんですが、なかなか建てれないということで、それではということで、自分は出撃基地の県軍にね、なんかそういったものを建てれないかということでやってきました。まあ、そういった努力も甲斐がありましてですね、お手元にこのパンフレットをお配りしていますが、ここにですね、県軍神社というのがあります。ここはね、558年ぐらいにできた、もう由緒ある県軍神社にですね、そこの宮司さんが建ててもいいよということをおっしゃっていただきましてですね、来年の5月を目指してですね、建てる準備をしております。
まあ、そういったことでですね、一人でもですね、英霊を検証する、英霊に感謝するね、ことを、伝えていきたいなというふうに思っています。これがパンフレットですね。パンフレット。まあ、そういったことであります。それと余談ではございますが、パレンバンにですね、植民地解放の、日は立てれないのかということもやっています。この地が占領できなかったらですね、日本は今でも植民地だったんですよ。あの時石油が確保できなかったら戦争はそこで終わって、日本は植民地になった。まあそういったことがつながってですね、大東亜の、ね、共栄圏が、まあできる、あれが、できてきたということでですね、まあ植民地解放の地をですね、ぜひパレンバンに、インドネシアの人と一緒にですね、建てたいなという願望を抱いています。それとですね、火を建てるのは結構お金がかかるということで、いろんな人に浄財をお願いしているところです。で、これからもクラウドファンディングなんかを利用しながらですね、ぜひ来年の5月には80周年という形で建立させたいなというふうに思っています。まあ、長者の番頭より貧者の一頭という言葉もありますように、多くの皆さんの力を結集してですね、建軍神社の中に義烈空挺隊の顕彰碑というものを建てたいなというふうに思っています。まあ、皆さんにもですね、近々お願いに参るかというふうに思いますが、ぜひご協力のほどお願いしたいというふうに思います。以上で私からの説明を終わります。どうもありがとうございました。